私はここで終わりかもしれないけど、せめて私の思いだけは君に託すよ、犀原くん。ここからは君がやるんだよ。君がみんなを守るんだよ。赤松さん、君は僕に託そうとしているんだね。でもそれは残酷だよ。残酷だけど、分かった、やるよ。君が僕に託そうとしているもの、君の思いは無駄にはしないよ。最後に君の推理でこの事件の全てを明らかにして、みんなに納得してもらって、それで終わりにしてほしいんだ。それが私からの最後のお願いだよ。わかった、僕が終わらせるよ。最後に全てを明らかにするよ、この事件の嘘と真実を。夢野さんのショーの準備を手伝うふりをして、誰かが殺人の準備をしていた可能性だってあるわ。言われてみると確かにそうじゃな。昨日の夜時間前のアリバイだけでは東条さんは犯人とは断定できませんよね。ねえ、やっぱり東条さんを疑うのは間違ってるんじゃないかな。うん、もう一度考え直してみた方が。僕は約束したんだ。僕は超高校級の探偵として真実に立ち向かうって約束したんだ。赤松さんとそう約束したんだ。だからひるむわけにはいかないんだ。ねえ、犀原くん、どうしてそんなに私を犯人にしたいの？あなたはみんなを守りたくないの？守りたいから言ってるんだ。秀一だったら、それは間違いよ。あなたはまた間違った推理をしているだけよ。何と言われようと、これが僕のたどり着いた真実なんだ。僕がこの真実を証明してみせる。ねえ、夢野さん、思い出してよ。茶柱さんは君に言ってたよね。彼女はちゃんと前に向かって生きてって君にそう言ってたよね。君が生きるのを諦めたら彼女の思いを踏みにじることになるんだよ。僕らは死んだみんなの思いを背負ってるんだ。この裁判には僕らの命だけじゃなくて死んだみんなの命もかかってるんだよ。だから僕らは諦めちゃダメなんだ。それが生き残った僕らの責任なんだよ。犀原よ、頼む、もう決着をつけてくれ。アンジーとテンコのためにも、こんな学級裁判はもう終わらせてくれ。うん、分かったよ。最後にもう一度
全ての犯行を振り返って、そこで新宮寺君、そろそろ君にも認めてもらうよ。いや、僕がここで認めさせてみせる。覚えてないけど、自分がやりましたってさ。でも、なんでゴンタはそんなひどいことを。だからさ、泣く前にさっさと自分の犯行を。やめろ、お前なんかにやらせない。ゴンタ君に自分の罪を認めてもらうのは僕がやる。ゴンタ君、僕がもう一度事件を振り返って全てを説明していくから。だからそれで君が納得できたらもう終わりにさせてくれ。でもまだ終わりじゃないよ。ん？それが真実かもしれないけど、でも真実を突き止めて終わりじゃない。そこから僕らが選ぶ選択肢が必ずしも真実である必要はないんだ。え？どういう意味？まさか真相が分かった上でその真相とは違う結末に投票する気？違う結末？投票をわざと間違えるということですか？なんじゃと？桃太くんは僕に言ってくれたんだ。僕なら真実の向こうにある何かがつかめるはずだって。だとしたら真実を見つけて終わりじゃない。その先にある僕らの希望をつかみ取るためにも。桃太くん、僕は君を信じているよ。やっぱり犯人は桃太くんだよ。そう考えると全ての辻褄が合うんだ。僕はここでその真相を明らかにさせて、それを君に突きつける。そして自ら手を下した首謀者は赤松さんの計画が成功したように見せかけるために、彼女が使った砲丸を現場から持ち出し、誰も入れない隠し部屋に隠したんだ。では赤松は無実の罪で処刑されたのか？うん、その通りだよ。だって彼女は誰も殺していなかったんだ。それなのに彼女は処刑された。天海君を殺した首謀者に罪を押し付けられて殺されたんだ。そしてモノクマはそんな嘘まみれの真実を正解だと言った。おかげで僕らも赤松さん自身も最後まで彼女が犯人だと思い込んでいた。それの何が公正なルールに基づいたゲームだ。まるっきりデタラメじゃないか。こんなのゲームとして成立してない。モノクマが真実をねじ曲げていたとなると、問題はこの事件に関してだけじゃない。他の事件の結果だってどうだかわからなくなる。殺し合いゲームを根本から否定する問題だよね。そんなのゲームですらないではないか。ただの殺し合いじゃぞ。だから僕は許さない。勝手にルールをねじ曲げて赤松さんを殺した首謀者を許さない。こんな卑怯なことをする首謀者を絶対に許さない。赤松さんの無念を晴らしてみせる。彼女の優しさと死に誓って絶対にだ。みんなも何とか言ってよ。こんなの絶対におかしいよね。だったら反論してよ。みんなそれを待ってるんだよ。え？僕だって信じたくないさ。今まで一緒に生き残った仲間の中に首謀者がいるなんて。だから君の反論を待っているんだよ。
僕の推理は間違っているかもしれないって思いながら、僕は今までだって赤松さんの時だって間違ったからさ。だから僕にはみんなの力が必要なんだ。僕が間違っているならそれでも構わないから、ちゃんと反論してよ。そうやって真実にたどり着くことも協力って言葉の意味だと思うから。ねえ、もうやめようよ。みんな勘違いしてるんだよ。だって私たちは仲間でしょ。みんなで協力し合ってこの殺し合いを止めるんじゃなかったの。でもこれは学級裁判なんだ。首謀者がやらせている学級裁判だけど、僕らは今までこうやって生き残ってきたんだ。こうやってしか生き残れなかったんだ。だから生き残るためにも、ちゃんと僕らを納得させる形で反論してほしいんだ。頼むよ。大丈夫だよ、きっと希望は見つかるはず。何が希望だ。え？僕は希望を否定する。僕は認めない。僕はこんな希望なんて認めないぞ。犀原くん、どうしたの？希望なんかがあるからいけないんだ。僕はこの希望を否定する。だから希望が勝ったとしても、この殺し合いは止まらないんだ。いや、むしろ希望が勝つからこそ殺し合いは続いてしまうんだ。外の世界の人たちが希望を求めているからだ。彼らの望み通りに最後に希望が勝ってハッピーエンドになるからこそ、この殺し合いは53回も続いてしまっているんだ。希望が勝つから殺し合いが続く。だから僕は希望を否定する。さっき春川さんが犠牲になるって言った時、僕は思ったんだ。なんで今まで散々仲間を犠牲にしてきて、ここで春川さんまで犠牲にしないといけないんだって。なんで赤松さんや桃田くんを失った時の悲しみをまた繰り返さなくちゃいけないのかって。なんで僕らはあんな思いを繰り返さなくちゃいけないんだって。なんで僕らはこんな辛い思いをしなくちゃいけないんだって。いくら外の世界が求めているからって、僕はもうあんな思いはしたくない。誰にもさせたくない。この世界がフィクションだとしても、僕ら自身がフィクションだとしても、この胸の痛みは本物だ。仲間を失った悲しみは本物なんだ。僕らの命をもてあそぶ殺し合いを僕は絶対に許さない。外の世界がそれを求めているというのなら、僕は世界を否定する。僕らの悲しみや痛みを見せ物にしている世界と戦う。外の世界にフィクションの希望を見せるためだけに新しいキャラクターが作られて、新しい殺し屋に巻き込まれて、仲間同士で裏切り合いをさせられて、そして悲劇と絶望の果てに最後に希望が勝って、そんな繰り返しはもう十分だ。僕らがここでそれを終わらせる。外の世界が求める結末なんかにはしない。ハッピーエンドにもバッドエンドにもしない。僕はこの殺し合いを終わらせるために、この世界で繰り返される悲劇を終わらせるために、
弾丸論破を否定する。西原くん。白金さん、君の言った通りだよ。僕は弱い。誰よりも弱い。仲間の支えがなかったら何もできなかった。今だってそうだよ。キーボ君や春川さんが立ち向かってくれなければ、僕はあのまま終わっていたはずだ。でも弱くて迷うからこそ僕は気づくことができたんだ。この希望がどれだけ残酷なのかってことに気づくことができたんだ。夢野さん、僕らならこの狂った殺し合いを終わらせることができるんだ。この長く続いた殺し合いを終わらせるために僕らの命を使うんだよ。命を使う？でも夢野さん、ここから先は君が選ぶべきだ。真実から目をそらさずに君自身が選ぶんだ。真実を見つけた人だけがその先の運命を選ぶことができるんだ。大丈夫だよ春川さん、僕を信じて。それと桃田君を信じていた自分を信じて。自分を信じる。だから怖くても戦わないとダメだよ。君はそれができる人なんだからさ。物語の主人公が簡単に諦めたらクソみたいな話になっちゃうんだぞ。そのためならみんな一緒に死んでもいいって言うんですか。なんでおめえらはそんなに死にたがるんだべ。死にたいわけないじゃないか。ずっと生きるために頑張ってきたんだ。死にたいなんて思うわけないだろ。でもそれは僕たちだけじゃない。この殺し合いで死んだみんながそうだった。みんな必死に生きようとしていたんだ。必死に命をつなごうとしていたんだ。自分のために、そして誰かのために。あの思いは僕らにとってはフィクションじゃない。あの痛みは僕らにとっては本物なんだ。この殺し合いは僕らにとっては本物の悲劇なんだ。だから絶対に止めてみせる。こんな殺し合いはもう二度と繰り返させない。これで決まりだね。僕たちはみんな投票を放棄するよ。希望も絶望も否定する。僕らにそれを求める外の世界を否定する。世界だって変えられる。いや、変えてみせる。死んだみんなのためにも世界を変えてみせる。死んだ存在なんかのために命を捨てるの？自分の命を大事にしてこその殺し合い参加者でしょ。死んだら何もかも終わりなんだよ。死んだからって終わりじゃない。だってここにいる僕らは死んだみんなの思いで変わることができたんだ。そんな僕らがまた別の誰かを変えることができればみんなの思いは生き続ける。フィクションと現実の壁を越えてこの思いはずっと生き続けることができるんだ。そのためにも僕は世界を変える。みんなの思いとともに変えてみせる。僕のいる場所が嘘の世界だとしても僕は嘘から世界を変えてみせる。そうじゃ、うちらはただのフィクションでは終わらんぞ。西原、あんただったら世界を変えられる。だって桃田の助手だもんね。説得なんてできるわけない。みんな殺し合いが大好きなの。弾丸論破が好きで好きでたまらないの。
求めるから僕はこれを作ったんだ。今さキーボ君、外の世界の声を僕に届けてくれ。僕の声を外の世界に届けてくれ。こんな話をしてなかなかないよ。今から勝手に終わらせないよ。ディクションのキャラが死んで何が悪いの。いいから殺し合えよ。希望だ、絶望だ、希望だ。弾丸論破は終わらないよね。みんなで弾丸論破を終わらせるんだ。